はい、どうも、りゅうです。今回はポケモン、スカーレット、新作ですね、やっていきたいと思います。ポケモンは、緑と金と来て、で最近アルセウスと、その前に EV かちょろっとやったんですけど、なので結構ね、知ってるポケモンが古かったりするっていうところで、本当に久々に楽しんでできるんじゃないかなと思って、あまり何も情報入れずに始めているんですけれども、とはいえある程度取ってまとめようかなと思ってたんですけど、録画データがいっぱいになっちゃったんで、比べる校長もいらっしゃいますね。ちょっとまだジムバッジ残すところ2つなんですけれども、ここでちょっと声を入れていこうかなと思います。ポケットモンスター縮めてポケモンっていうのもね、懐かしい響きではありますね。はい、ピカチュウ枠かと思いきや、なんかねデザインがちょっとやっぱり僕が知ってる頃とはちょっと違うのかな。なんかデジモン感があるような気もするけど、嬉しかったのは結構緑だったり金銀時代のポケモンが結構出てきて、後で出てくるけど羽根っことかも懐かしいなみたいな感じですね。今回は学生ってことなんで、ちょっと懐かしい気持ちに浸りながら、ここなんかベトベターが、しかもあれなんか黒いケンタウロスみたいな、なんかちょっとリージョンフォームっていうんですか、なんか新しいのになってたりとか、結構ねだから古い人でも、古いというか昔の人でも改めて楽しめる、ここにピカチュウいるし、コイルもいるし、楽しめる感じで、なんか、おすすめですね。ということで、オープニングムービーから、今回は多分オープニングムービー見ておしまいになっちゃうと思うんですけど、スカーレットではコライドンですね。スカーレットの方がなんか過去なのかな、過去のポケモン、コライドンだから、ここっぽいと。あっちはミライドンですもんね。両方買ってるんで、図鑑は揃えたいなと思ってるんですけど、僕はスカーレットって、妹が、バイオレットをやってますね。フラミンゴ、カラミンゴ。普通に強かったカラミンゴ。あんまり街をまだね、探検できてないんでね。これあれですね。今の学校があった。で、先輩父のそばだね。で、行ってるか。あんまりオープニングムービーでね、こんなのがいるんだとか終わったけど。これ、イケリンコ。これ、後でこの、僕の場合はコライドンか。戻ってきた時に、屋根の上行ったらあいつとバトルになったな。はい。ということで、キャラデザー済んでおりますけど、ほぼ変えてないですね。奥にあるスイッチもあれもちゃんと赤と青ってことで、なんかスイッチのコントローラーを判別する機能、ちょっと他のなんだっけ EV の時もあったけど、なんかちょっと面白い。他の人は色が違ったりとかするわけで、これバグってるわけじゃなくて、なんでこんな歩き方してたんだっけ。星ガリスとあれドクロックみたいなやつ、最初はね、ちょっといろいろと、なんか、進めたくない気持ちが多かったけど、もう終盤からはバンバン進めてたけど、懐かしいな。2週間ぐらい前か。11月19日にやってますね。発売してすぐやったな。ここら辺カットしていいか。飛ばしますね。はい、ということで今作のお母さん枠ですね。おはようございますってことで、ここら辺はな、単純に楽しみにスタート前なんでね、何のポケモン選ぼうかなとか思いながら、
まあでもほぼ決まってたんですけどね、もうある程度ビジュアル、最初の3匹のビジュアル出てたから、もうある程度決めてて、でできれば昔の不思議谷とかゼニガメとかリザードン、人影とかが出てきたらそこら辺使いたいなとか思ってましたね。もう全部初期のやっぱ緑の時のポケモンにしたいなとか。校長ね、そう金銀はあんまりなんか記憶があんまなくて、あ、ないわけじゃない、ルギアのイメージはあるんだけど、なんかポケモンって言ったらもうやっぱその3匹っていうのが印象に残ってるんだよな。まあゼニガメとかリヒトカゲは育ててないから実質ゼニ、不思議種なんですけどね。はい、ということで着替えてもらって、こんな感じでやらせてもらってます。主人公なんかやっぱ子供っぽいんでね、なんか改めて大人でやるとターゲットなのかとか思っちゃうけど、まあそこは別に気にしなくていいかって感じか。じゃあとにかく進めていきたいと思います。ということで、まあポケモン譲渡のノリですね。まあでも結構ポケモン3匹で悩むことって今までなかったかもしれないな。だいたいこれだろうなみたいな。不思議種を選んで金銀は人影にしたんですよね。だからアルセウスの時ももう人影一択だったけど、大体もう最初の見た感じでこれだなみたいな、そんな感じで、だから結構悩むっていうのがあんまないですね、今までの感じだと。もうこれなんかもう完全にホゲータって感じだったな。なんか昔使ってた色鉛筆の、あの幼稚園の頃とか小学校の時に使ってた色鉛筆の恐竜のキャラがなんかこんな感じだった気がするんだよな。なんかそれに懐かしさというか、まあ、今回の作品が学生生活ということも含めてちょっとね、そういうのあたりでシンパシーっていうんですか、感じたものがあったのかな。そう考えると初代は、草で、銀が炎で、まあ EV とかもそうか、一緒か、一緒だから結局水タイプを選んだことがないな。なんでだろう、なんかないな。水タイプっていつも何使ってたんだ、いつもっていうか、なんかシャワーズだったような気もするんだよな。なんか EV、なんか記憶がないんだよな。まあちょっとそんな感じでスマホロトムをいただいたんでね、進めたいと思います。なんかこういう、まあいいか、空飛ぶタクシー、うん、なんか空を飛ぶとかもなくなってて、もうタクシーで移動する時代なんだなみたいな。で今回この新しくオープンワールドみたいな形になったけど、まあ後でわかるけど、めちゃくちゃ良かったな。まあ、アルセウスの時から良かったけど、まあ、一つ、あれ、なんか不満なのは、もう直でボール投げたいなんて、アルセウスみたいに、隠れて、もう、バンって投げて、それで捕まえるみたいなのが良かったな。逆にね、都合は良かったけどね。まあ、ちょっとそんな感じでね、今、いろんなインターフェースっていうんです、ユーザーインターフェースではないけど、いろんな機能をちょっと試しに見てたところですね。バックだったり設定だったり、この出てるポケモンってなんやねんみたいな感じで見てたけど、まあもう決まってたからな。最初にとりあえずホゲータ行って、ある程度ね2人も見て、ヤオハはなんかなかったな、クワスもなかったな。でもなんかうちの家族的には父親と妹と両方ともクワスだったみたいなんだな。ちょっと感性がね違いますね。まあそれはそれでいいとこなんだけど、
結果的に進化先でどうなるかっていうのは、まあいいんだけど。まあ断然ホゲータだったな。悩む間もなくって感じだったな。じゃあちょっとネモちゃんのところまで飛ばすか。はい、ということでやってきました。隣の家の方まで。隣の家の方、隣人。まあちょっと勝手な、子供たちが勝手なことしちゃってるんですけど、まあトレーナーじゃないんでね、止めようがないです。こういうアニメーション見ても、もうホゲータ一択だったな、やっぱり。なんだろうな、可愛さっていうよりは、このアホっぽさが最高に良かった。わ、出てきた。なんか活発系な感じで、ライバルって言えば男の子ってイメージがあったんだけど、今回はこのネモさん、ネモちゃんがライバル枠ってことなんだよね。あ、この辺りも、ポイってするあたりもなんかいいね。はい、ということで選んでいきましょうか。もう決まってたけどね。